どうもショータイムゴルフです。今日は第2回ショータイムカップということで、今日はですねカレドニアンゴルフクラブに来ております。今日ゲスト紹介します。竹内照樹プロです。どうも、毎度おなじみですね。はい、2人目伊藤くんです。ついに来たか。こんにちは。3人目が照樹の同級生、そうですね、梶谷俊介プロです。どうぞ。どうもやっと出たかお待たせしました。誰も知らなかった。杉並学院ゴルフ部対決、雲の上の存在だから中学の時、はい、今日はこの3人で勝った人になんと賞金10万円獲得できます。今日あたかももらったかのような反応です。今回スポンサーしていただいた方はジロラマ制作会社の株式会社カーリアン様から賞金をいただきました。本当にありがとうございます。ショータイムゴルフではこういうプロ同士の戦いのための賞金のスポンサー様を募集しております。ご興味のある方は概要欄にあるメールアドレスにメールをしてください。お願いします。言い換えます。じゃあちょっと一人ずつ意気込みを。そうですね、今絶好調なんでね、もうこの勢いのままに10万円、10万円ですよね。10万円、ウォンじゃないです、今日は。ウォンじゃない。円です、はい。浅地くん出ないからウォンかと思いました。そんな竹内くんには、はい、勝利賞。おー、いいですか。そっけー、やった。そういうやつ、そういうやつだよ。嘘でしょ。何これ、何これ。2万。ウォンじゃねえかよ。10万円いただいたんで、はい、もうね、活動費に当てさせていただきます。はい、伊藤くん意気込みを。伊藤くん、ヒール役ということで。うん、了解です。はい、梶谷選手意気込みを。まあ、初登場なのでまたあれだよ、163センチでも300ヤード飛びますが、じゃあタイトル。ちょうどだよ、300ヤード飛ぶから。とりあえず頑張ります。またそのタイトルになっちゃう。はい、ありがとうございます。ちょっと飛びすぎたな。こうドライバーだと右のバンカー越えが狙い目なんですけどね。ドライバーと左の林突き抜ける可能性があります。よろしくお願いします。まあいいとこ、まあ、これでも突き抜けたかもしれない。お願いします。これも突き抜けるかな。うん、突き抜けた。木に当たった。中学の時に雲の上だった2人と戦わなきゃいけないでしょ、俺。嫌なんだけど。ああ、今日テルキとカジヤの戦いで実質で。まあ、そうですね。杉並の杉並同級生対決。ここ同級生。まあ、本当に僕が初めて出た。あの小学生の時初めて出た試合で一緒に回ってから、うん、もうなぜかずっと一緒で腐れ縁でしょ。腐れ縁なんですけど、てかまあ多摩地区大会だね、今日ね。杉並学院中学でも常に同じクラスで多摩地区対決だから。あ、そうなんだ。でしかもなぜか隣の席だったんです。だってテレキ君無敵だったよね、中学で。いや、もう今だから時効かもしれないけど、こいつ俺の隣席来たからずっとカンニングしてたから。俺悪いやつ。だってさ、俺悪いやつ。すごいんだよ。テストずっと俺と同じとこ間違ってさ、なんかさ、先輩たちと一緒に悪いことしてもさ、
テレック怒られないんだもん、先生に。他の人たちみんな怒られてんのに、テレック君だけ怒られない。成績優秀だったんだから。距離は120ぐらい。あのね、ショットさん、こういうショットはね、昔カンに教わったんですよ、これ。こう木でね、勢いを殺すんですよ。全然狙えません、ピンは。うまっ。うまい。グリーン右手前、全然パー狙えるとこにできました。これもピン狙えません。何番ですか？52度です。52でフックをかけないと狙えません。めっちゃうめんなこれ。めっちゃフックうまっ。めっちゃうめんなこれ。うまっ。めっちゃフックうまくないですかこれ。ナイス。うまっ。ナイス。はい、9番で大体90ヤードから。でもピンは狙えないですね、あんま。うまく抜けた。グリーン手前かな。まあまあでしょ。あ、乗ったわ。うまっ。まあまあでしょ。うまいな、みんな林から。中堅3打目ですね。ピン段の上なんで、まあ転がしていくか、この段の上に直接落としてスピンで止めるか。でも転がしていく感じですね。あ、ちょっと弱い。よくのバーディーパット。切れる。重いじゃん。いやー、2メートルぐらい残した。ピンチっすね、これも。ゲイツプロ5メートルぐらいの上りフックかな。今日もう行ってったじゃん。そうなの。ちょっとラインも違うし距離感も合ってないですね。いきなりボギー。カジヤはそこからうまいことフックをかけて5メートル手前にいいところに乗れました。これも同じ。いやー、惜しいな。結構切れるな。重いね。切れますね。ボギーボギーパー。よし。いつも通りですね。ここからスタートホールです。よし。超綺麗な、まっすぐ。ちょっとそこの木にピンとがっちゃう。
いやこっちもですインザウッズですね。OB 危ないな、左帰ってもう一回やり直そう。なんでそっち向いたらフェードパーク。6万開けてますかなり。うん、ピンの方向、うん、かなり上げてますねこれ。8100万が160ヤード。右からドローって感じだけど右抜けた。100ヤードかな。あ、これはうまい。よし、じゃあここね、ここ周知なんで、あそこにドロップしてエッジからピンまで下ってるんで、ふわっとした球でね行かないと止まんないかもしれない。うまい、惜しい、かなりうまいです今のは。テルキのパーパット、ナイス。段を越えてのパットだったんですけど、うまく距離感を合わせることができましたね。2オーバー、トークンのダボパッド下りスライス。ちょっともったいない、鳥はじめは約1メートル強、1メートル強の下りのスライス。ナイス、ど真ん中から沈めましたね。イーブン、2オーバー、4オーバー。3オーバーってダボでしょ。トリでしょ。あ、トリちょっとさ、やばいっす今日いやまあね、そうだね、ショータイムゴルフ見てる人からしたらいつも通りの感じ。いや最近結構良かったかちょっと気になったんですよね。うん、最近いいじゃん、だってなんか、うん、プロテストもそう、2位でね、うん、久しぶりですよ、初日からあんなロケットスタートしたの4アンダーなんてね。え、1位の
ハイバンダーだった選手は、うん、全英オープン出てますからね。あ、そうなの？あのタイの英雄ですから、ね、あー、そう、聞いたことあるわ。2日目一緒に回って、うん、まあうまい、当たり前だけどあ、そうなんだ。で、不調そうだったけど、うん、まあうまいですね、すげえスイングだけど全然曲がんないし。今さっきのは130から196です。何番？4番。4番。今日のピンはそんな難しくないですね。真ん中なんで。ピン狙っていけば。ちょっとでかいか。でかいな。難しいな。ちょっとフォロー。さっきのホールがアゲンストだったんでね。ここはフォローになります。何番？4。もう、この上向右バンカー5。これもシャンクバンカー5。バンカーっすね。なんでショータイムゴルフにあるとこんなに当たりねえんだ俺。というわけでバンカーじゃないっすね。ラフで止まってますね。ここもエッジから下ってます。優しくはないですね。ナイスー。伊藤くんのバンカーショット。俺は優しい、優しいバンカー。下手でしたね、これは。梶谷選手のバディトライ。これもね、こんなここに尾根があるんですね。ここでかなり左に流れると思います。うまい、距離感うまいっすね今の。パッと4メートルぐらいかな。これもね、芯に当たってないですね。思ったところに打っててないです。伊藤翔吾5オーバー、まだパーがありません。今日ここのホールピンの位置、ね、一番簡単なところなんですけどね。ここはボギー取りたくなかったですね。竹内照樹パーパット、1メートルぐらい、スライスライン、うまい、ナイスパー。でもこれも80センチのストレートですね。これ決めてくるでしょう。ナイスパー。とカジアがイーベン、テルキが2オーバー、伊藤君が5オーバー。今回スポンサーをしてくださった、株式会社
カーリアン様、本当にありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。うまい。